あ。テストテスト、マイクのテスト。あ。あ。テストテスト、マイクのテスト中、マイクのテスト中。テストテスト、マイクのテスト中。
あ、お待たせしました。じゃあかける5前夜祭の、同キャラチーム戦のエントリーを今から受付しますので、入り口付近のテーブルの方まで来てください。エントリーの方よろしくお願いいたします。
い。エントリーの方、今日の前夜祭のエントリーの方始まっております。まだの方、エントリーの方、ちょっとロジアイされるのも結構ですが、エントリーの方ちょっと済ませていただくようお願いいたします。こちらの、セロテープさん、紫さんがいる、自動販売機の近くですね、
そちらの柱の前でエントリーの方を行っております。エントリーまだの方は、エントリーの方を済ませていただくようお願いいたします。会場に、会場でプレイ中の皆さんにお知らせします。
前夜祭のエントリー受け付けております。4時5分で一度エントリーを打ち切って抽選に入ります。で、参加できるのはそれぞれのチームが1回戦を終了するまでに来た方のみです。もう一度言います。1回戦各チームが終了するまでに来た方及び、その時点で来てなくても後から遅れてきますという連絡があった方のみです。1回戦終わった後のじ合いしてたからちょっと今から出してと言っても聞きませんので、参加エントリーしてない方はお早めにエントリーをお願いいたします。もう一度言います。各チームの1回戦が終了するまでにエントリーを終えていない方、遅れる連絡を入れていない方は出場を認めません。後から言っても無駄です。その辺、後から文句の方は受け付けませんので、エントリーあちらで行っております。はい、エントリーされてない方はお早めにエントリーをお願いいたします。4時5分から一旦エントリーを打ち切って、まあ、その後でもエントリーはできますけども、4時5分から、抽選の方に入っていき、組み合わせが決まり次第大会は始めていきます。県が今んとこ0人だそうです。県使いの人誰かいませんかね。
はい、会場にプレイしてる人に、もう一回伝達しておきます。エントリー、中です。前夜祭エントリー中です。お一人様200円、まだエントリーしてない方は早急にお願いいたします。各チームの1回戦が終了した後のエントリーは受け付けません。各チームの1回戦が終了した後のエントリーは受け付けません、今いる人の波が途切れたところで抽選を始めて大会を始めていきます。1回戦が終了した後のエントリーは受け付けませんので、まだエントリーしてない方は早急にエントリーをお願いします。1回戦が終了した後のエントリーは受け付けませんので、まだエントリーしてない方は早急にエントリーをお願いします。ちなみに今のところ剣がめちゃくちゃ少ないという情報が上がっております。剣使いいませんかね。それでは、これから、トーナメント表の抽選を行っていきます。トーナメント表でき次第、1回戦始めていきます。各チームの1回戦が終わった時点で、そのチームはプレイヤーの人数が確定となります。それ以降の遅れての参加は認めませんので、エントリーされてない方は、早くエントリーの方をお願いいたします。あります。抽選したいんですけど。
はい、それでは今から抽選を行っていきます。くじをトランプを引くのは毎度おなじみセロテープさんにお願いしたいと思います。各チームの1回戦が終わった後のエントリーは受け付けません。エントリーもう終わりますよ。基本してないっていう人、まあ基本的には今の段階で終わりと思ってください。一応1回戦の終わりまではまあ猶予期間を設けますが、基本今で終わりです。それでは抽選、それでは、今からエントリー、あ、じゃねえや、抽選やっていきます。まず第1試合の2チーム決めます。セロテープさんが引いてくれます。ダイヤの2はバルログ。相手になるチームはどこでしょうか。ダイヤの8は DJ。
さあ、いきなり強キャラ同士の潰し合いのカードが決まりました。あ、そうですね、はい、それでは第2試合の2チームを決めます。ダイヤの5、ダイヤの5はホーケ。はい、続いてダイヤの7はペイロン。喜びすぎだろおい。はい、第3試合、ダイヤの1位は確かバイソンだったっけ、ちょっと待ってね、ダイヤしか出てない、ダイヤの1位バイソン。はい、クラブの8、クラブの8はザンギエフ。はい、クラブの4、クラブの4はガイル。はい、ダイヤの4はベガ。はい、クラブの7は、クラブの7はブランカ。はい、クラブの5、クラブの5はダルシム。はい、クラブの2、クラブの2はケン。はい、ケンはマッツン1人です。はい、クラリュウ。はい、残り4チーム、ダイヤの3、サガット。キャミー、チュンリー。ダイヤの6、キャミー、サガットとキャミー。残りがホンダとチュンリー。はい、はい、以上のように決定しました。そこだね。ちなみに各チームの人数を発表していきます。チュンリーチーム6人、ホンダチーム9人、キャミーチーム5人、サガットチーム5人、リュウチームが17人、ケンチーム1人、ダルシムチーム7人、ブランカチーム5人、ベガチームが13人、ガイルチームが8人、ザンギチームが8人、バイソンチームが6人、フェイロンチームが7人、ホークチームが5人、 DJ チームが4人、バルログチームが、6人。以上です。はい、ということで、じゃあバルログ DJ から始めていきたいと思います。あとで1回戦終了前に誰が増えたという場合は審判に増えた人を申告してください。名簿に書き加えます。はい、毎年毎年ね、龍太剣マッツン一人で17人抜いてください。17人、そん
なにいる。そうだな。最大対最小になってしまいました。大丈夫、サーブなら剣有利だ多分。配信だか録画だかの準備はできてるのかな。もう配信もしてますし、はい、はい、わかりました。一番手前の台でいいですかね。一番手前が配信台。はい、わかりました。じゃあ今配信台でやってる龍二人、お二人は、が最後の試合としたいと思いますので、あ、新しい乱入は控えていただくようお願いします。できます。チュンリー、あそこに行ってお金を払ってきてください。チュンリーチームに山本さんが追加されました。はい、じゃあ店長がやってるけど、まあいいや。バルログチームと DJ チーム集まってください。バルログチームと DJ チーム試合です。バルログチーム、オペマイ、仮面人、鉄、太郎、先生、魔王。DJ チーム、ユーゼル、ハジ、カズ、フジモン。すいません、大会代は乱入を控えてください。大会代乱入を控えてください。追加の分の中村さんと山本さんの分のお金がもらえてるのかな。大丈夫かな。多分今お金はあっちだと思うんですけど。中村さんと山本さんのエントリー料は回収できた。あ、はい、ありがとうございます。はい、とりあえずなるたけ一大進行でいきたいと思いますので、はい、いや、エントリーは各チームの1回戦が終了するまでは、追加で受け付けます。はい、バイソン、1
まだエントリーされてない海外勢がいるっぽいんで、まあとりあえず DJ とバルログに投げればいいとは思うんですが、大会代は試合をしないでくださいって散々言ってんですけど聞かねえなお前ら。川端くんが剣それがなんかまだ今追加でエントリーです。はい、今回の前夜祭は一発勝負、負けたら終わりです。2回戦に1回戦で負けた人はチームが勝てば2回戦で復活はできます。それは大丈夫です。はい、実況はジャイアンツさんなのかな。いや、わからんけど、いや、知らないんだけど。ああ、そういうこと。まあ、適当に喋りました。まあ、上は俺が、進行はなんとなく回す感じで。じゃあ、先方、あ、セロッツさん、筐体係やってもらっていい？だから、はい、店長は剣とか言ってんだけど。店長剣、まあ、あと今とりあえず試合のところを進めよう。バルログチームの代表と DJ チームの代表じゃんけんして、はい、バルログチーム代表 DJ チーム代表 1P2P 3足固定 1P2P のみです。先方申告かな。はい、 2P がそっち、 1P があっち。店長が龍剣、もう川端君が池袋で動線に乗ったとこらしいから、あ、店長がいるはずなんでこれを消して、なあ、剣使いが4人に増えて、竜使いはなんか剣使いに寝返ってるってのはすごいよね。1回戦当たるのに。はい、じゃあセロちゃん、あ、聞いた？ DJ と、DJ とこっちの方がいい、こっちの方がいい。セロ、セロこれ使う？セロ、セロ、セロこれ使う？これ使う？セロ、試合の2チーム。あー、まあでもこの辺じゃない、やっぱりここで見れるし。あー、同期して、あ、同期してんのかな。はい、では着席してください。配信の具合は大丈夫かな、コメント的なの。配信 どんな感じですか。音とか大丈夫ですかね。音乗ってる、大丈夫？ちょっと待って、今配信の具合を確認しております。配信誰かコメントしていただければ。音大丈夫ですかね、ゲーム音、実況の声など。これね、声が聞こえなかった場合が分かんないんだよ。確かに聞こえる場合は分かるんだけど、聞こえない場合がね、分かんないんだよね。聞こえたら聞こえてるよって言ってくれればありがたいんですが、どんな感じでしょうか。コメントで書き込めばいいのかな、音聞こえてますかって。そう、あ、そうだね、コメントで音聞こえてますかっていう。あ、大丈夫、あ、大丈夫、はい、はい、OK ですね。じゃあ始めますよ。お金じゃあ1回リセット、代理エントリー、あ、え、エントリーチュンリー、え、こっち、エントリーはどこですか。向こうじゃない、ここで足していく。お金はそこに。ここでいい、ここでいい。チュンリー、チュンリー、はい、では始めます。まだかな、いける、
ちょっと待ちください。はい、じゃあかける号2019前夜祭スタートです。先方がゆるっと鉄バルログ、鉄バルログさんはどちらの、さあグダグダしながら始まりましたが、いい攻め削って、ゆーずるがまずは一方選手、まあ、バルー DJ はね結構いい組み合わせって言われてますよね。いい勝負っぽいですね。見てても結構面白いよね。単純なバルセロナは対処されちゃうんで、そうバルログも簡単には仕掛けられない感じですよね。ピオル、あと安いが大丈夫。バルログはねピオリから回復が遅いからね。マオ来いやあ、ここはでも仮面人さんかな。さあ、仮面人さんかける。ちなみにバルログ対 DJ は4対6で、バルログ6の DJ4 となっておりますので、まだ数の上ではバルログが有利。バルログが多いんだ。多いですね。いやー、しかしフジモンがうるさいですね。それ入って、さあ関西のネットやる気勢仮面人さんですが、前飛び、さあこれは今のスライディング前の、逃げたが、まあ先読みか、まあゆずるもね調子が出てくるとね一気に行くパターンなんでね。去年もなんか本田全員殺してるらしいんで。投げか、さあこれはさすがに DJ きつそう。確かにあれはもう頑張ってヤスラ打つしかないのかな。ジリヒンダウときつそうだよね、お互い。あ、DJ 側が先にリード取らないと。投げて、だいぶリードできたんで。さあ手間打ち、これはワンチャン、あーっとスライディング、今超めり込んだんですが何にもかかはんなし。さあ引っ掛けてめくり、おーあーっとうまくバク転で逃げ たのかなあれ。さあ削って、今のスライディングが痛かった。スライディング強いね。あれでも前飛びでめくりとかなるんだよね。まあちゃんと噛み合うとやばいことになる感じですかね。さあ出てくるのはカズ DJ。 あ、カズ DJ、 フジモン出てこい。この間のエクサーのジャンプですね。さすがに DJ は結構これ実力者揃ってますね。まあ少数精鋭って感じですね。なるほど、ユーズル以外そのユーズラに負けたやつがいるんだが。さあしかし今日カメンジンさんがリードしている。気持ちいい、投げて、いや強気のバルログいいっすね。まあ、結構ね、あーっと投げが入る。噛み合った。嬉しそう。さあ一ち、ピオルの、いやこれは飛び込みゼロ弾。新しい。うまい。ピオル。今の大キックからの連携うまいね。なんか投げこすっちゃいそうだよね。まあそうですね、投げて、さあ痛い気寄りそう。あーこれはまずい。いやこれはでかいぞ。もう3分の1ない。さあとりあえず DJ チームはやかましいですね。投げ返し、投げて、さあ石一体。さあ出てくるのは4人かな。バルドグは誰でしょう。先生ですね。先生という名前出てんの。先生という名前出てます。なるほど、まあ、スカイハイクロースさんといった方がおなじみですか、ね、そうですね、まあ、おなじみなのかな。まあ、最近はちょこちょこ大会も出てますよね。そうですね。さあ
ガードポーズ取らないってことは、DJ がかなりいい感じですね。さあ対処している、しっかり返してマイトビー。さあスライディング刺さって、これはガードですね。削りに行く、体力追いついたか。さあ引っ返してめぐり、これはこれは投げない。いや相当削れたな、やっぱ 4回削りますからね。さあ相打ち、こっから相打ちでもバルーン待つ。あーやっと飛び越しだけはバレていましたね。今登り台キックか、あれがリスク少ないのかな、 DJ 側としては。そうですね、やっぱ先読みで技を置いとかないと止めれない感じだと思います。重ねて、これはしっかりガード、ガードされるとね、これは確定。あとは、おスカシゲダン投げて、ピヨって、はいはいはい、と飛び込み三段。さあバルログ、さあコンボが繋がったことによってフジモンがびっくりしてる。相当難しいんですね、あのコンボ。そうなの、知らない。まあフジモンさん、さあキラコム太郎さん、あ、太郎さんですね。太郎さんですかね。あ、今太郎さんなのか。バルログは残り3人か、あとはオペマイマオですかね。ですね、ボスキャラが。まあお互い対象格が残っているですね。カズ DJ がいいですね。今2人抜きか、これ3人抜きするとでかいぞ。さあ当たらない。多分ダルシムチーム全員応援してますね、 DJ のこと。さあ感覚返して、おっと、これは手前落ちだと思ったか、あれはガードならないのか。さあちょっときついか、残り0ドット。さあハイクローがあるのでね、ワンモア、ワンモアハイクローですね。すごくハイクロー。あれバレててもためがないと DJ なんで返すんですかね、よくわかんないですね。坂見大パン、いやー相打ちじゃないよ、相打ちだよね。まあバックジャンプショーパンチとかで逃げた方がいいんじゃない。なるほど。さあハンティングが来て、ないね、あ、受け身取ってない、で、でかい。さあアントミできてる、しっかりできて、あともっぺん投げは坂見中パンで拒否。あの坂見中詰めは発生早いよね、かなり優秀な割はことわざという印象です。クータイク出して、さあ5番投げにはいかない、地上から、あーっと置いてある、シャナミダイパン投げかな、今のは歩き投げだよね、多分投げですね。ダイパン強えな、中足も強い。さあやっぱりあの認証キックはかなり、ね、バルセロナ対策としては機能してるよね、有効っぽいですね。手前飛びは、ちょっとアントミ高いが、まあ安かった、安かったな。さあ飛び越し投げじゃないが、さあゼロドットはさすがに大丈夫か、さあカズが3人抜き、3人抜き、さあどっちが出る、5人目お手前ですね。やっぱり魔王は大将か。バルログチームはなかなか優勝してないんですよね。まあやっぱり人数がそんなに多くないというところが大きいんじゃないかな。あーおーっと、しっかり6段、はいはいはい、繋がったバルログ、いやその前の6段だから、その前6段だから、やばいだろ、飛び込み10段だよ。あれ、おっとさすがにペラ読みは冷静にガードしていた、流れ最悪ですね。おっと、どうだこれ、かなり数がいい感じ。これ画面端待機にバルログ、あーなんか何もできないんだけど、あーエアスラ、これはもう何もしなくて、何もしないまである、相模大パンだけでいいんじゃないか。あっと、しかし、あーしかして、あーこれはやばいんじゃ、うまく交錯したか、どうするんだこれ。もう0ドット、1ドット、1ドットあるか、1ドットじゃないかな。あ、ガードしちゃったんで0ドットだったぞ。あーもう無理だな。さあ大将魔王が引っ張り出される、出てこいや。まあ DJ が待つ3人ですからね、ワンチャンで持ってかれる可能性は全然、ね、人数が少ないんでまだ安泰ではないですが、ムードはかなり DJ 側、まあ去年のルールだったらね、もう完全に終わってるっていう感じなんだけど、今年はね、立ち上がれば復活できますから、復活できますんでね、まあ、順番も決めやすいんじゃないかな、復活できるってことは。さあ
まあだから競合ペアは早めに出すという選択肢も取れますよね、この分。ゴールで重ねてさあこの場合はね、ちょっとね技相性があんまり良くないんで、バルログはあまり手出せないですよね。おうまい、うまい。あー、ゼロフレ、しかしゼロフ投げしっかり投げて、ここはさあ、削らせない。ちょっと DJ きつそうだね、残り20秒。あーっと、素直にいった、スライディング読んでましたね、今は。素晴らしい。この辺の差し合いの機微は、おっとしっかりガード冷静ですね、ふとっと。お、はやし、さあ、わかんない、さあ、わかんねえぞ。あと、ちょっと重ねが早かったか。最悪、大パン、しっかり置いてある。あれは仕込みいいですね、うん。さあこれはもう、どうしようもないか。あー、ね、ガードしちゃったら、しゃがみ中で隠ってと。めっちゃ爪のモーション見えてたのにガードしましたね。あー、多少爪がかなりビタで当てるの難しくない？かなりね、バイソンのヘッドとかもなんかガードされたりするんだよね。そうそうそうなんだよ。さあ出てくるのは恥。さあ薬師一ネルシー恥でですが、さすがに魔王は強敵。今チューブ DJ いるんですかね。まあ伊藤 DJ がやってないじゃん。やってないからね。お、これは投げる。しっかり出して、しっかりめくるやつかしなげん。今受け取ってなかったな、痛いが。ガード、いや完璧に返しますね。あー、コパンが今、さあなんだか知らないダッシュで逆転しております。ただ体力的にそこまで、あと今の詰め終ったらちょっと、あっと踏んで、んどうだこれ、まだ分かんない。おお、うまい、投げか、投げ返し。あと今のは投げじゃなかったと思うんだよな。今多分テラー待ち、うん、あー、なるほど、それを吸われた感じか。投げ前以外に見えたけど、ね、投げましたね、バルログ。あーっと今、ジャックのモーション見えたが、投げて、マウは強い、半分ピヨって飛び、で、はい、テラ、はい、これが減るんだ。まっすぐ、まっすぐ行くよね。あれは、クワスカルよね。今の重ね方だとどうなんだろうね。ね、大将まで来ましたよ。さあフジモン対魔王、さあスターカップじゃね、これね、フジモンが勝ってるんですよ。よくわかんない場外乱闘が起こってますが、楽しそうですね。さあ周りで見てる人間はどっちも消えろと思っているでしょう、この両チーム。確かに、フジモンも相当バルログ戦うまいですからね。マオがうまい、今のは今6パーだね、6パーですね、6パー引いたね。投げて、厳しい、しっかりガード。これガンされるとバルログも、ね、いやでもそこは暴れない、いやー、投げと見せかけてのタクはしっかり返す。タクめくりがあるぞ。あーっと今しゃがみ中詰め仕込みだな。いやよくジャック打ったね、打ったね。フライ打ち、大パン仕込みですね。これはもうどうしようもないですかね。まああれでとりあえず逃げとけっていう、めくりがあるぞ。やばいぞ。おお、逆テラ、よく出したな今。痛い、先ほどと同じような展開。うまい、が当たる、しっかりとスライディング差し替えましたね。結構怖いところでローリン重ねにいってますね。それはね、やっぱやんないとっていう、まあ度胸があります。大パン投げて、裏読み、投げ、投げる、ている中盤ガードスタートだぞ。さあ、おお、よく見てる、て、甘や許さんと投げ返し、これはすごい。ジャック、どうだ、ガードして、投げはこれは、あった、フジモンさん、今のジャックはちょっと何読みだったのか分かりづらいですね。早くねとか言って真央さんが嬉しそうです。勝ったのはバルログチーム。続いてホーク対フェイロン、じゃんけんお願いします。いや1回戦から熱い試合でしたね。
じゃんけんって終わってます？フォークフェイロン、フォークフェイロンじゃんけんして、じゃんけん、じゃんけん、じゃんけんお願いします。フェイロンいる？フェイロン、フェイロンチームいる？フェイロン、コエモンいる？コエモン、コエモン、コエモンじゃんけんして、じゃんけん、ワンピーツーピーじゃんけん、じゃんけん、フォークワンピーか？じゃあワンピー、フォークワンピーで、じゃあフェイロン 2P で、申告お願いします。申告お願いします。フェイロンは5人で、フォークがさすがに、さすがに、あ、確かに。じゃあ文鎮先方で全員倒すってことで、で文鎮が負けたら負けですね。あー、いる？いる？いるのかな？ TFO だっけ？してないような気がする。さっきしたとか言ってたよ。あ、した？らしい。フェイロンに海外勢入ってる？海外勢いる？ TFO？ はい。じゃあ、これか、これか。じゃあ、これはエストルダさんでしょ。いなくない？いない。いないよ。海外勢誰？エントリー入ってなくない？いや、今できるから大丈夫だけど、お金払ったのかな。お金はもらってないと思うから、お金ももらっとかないと、そこはね、しっかりとしないと、はい、お金200円です。200円ですね。はい、ありがとうございます。なんか先方決まったの？フォーク、バンガックさん、あ、まあいいか、ここにお金あったっけ。はいはい、はい、はい、ちょっとね、バタバタしておりますが、決まった？決まった？決まった？本当に文鎮かよ。じゃあチンと唐揚げ、はい、さあ、さあ文鎮フェイロンとチン揚げ、チン揚げ、唐揚げ丸さん、さあこれはどうなんだろうね。まあ圧倒的フェイロンでしょ。まあ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 負けたらヤバいやつと、まあリスクマッチってやつですか。エースはゴブ、ゴブらしいよ。ゴブなんだ。エースはゴブらしいよ。エースゴブなの。ほんとか、これゴブなの。これもう半分ないんだけど、10秒で話すことがないんだけど、バカバカと言われたと。あった。さあ、ハビラビラ、アメが完璧ならという話なんでしょうが、でもレックでいるんじゃないの。釈迦台、釈迦台か、釈迦台だそうですね、北斗の皆さん。だからあと飛びがちょっと今押せなかったな、いけなかった。まあ見てから毎回できるのかという話ですね。前飛んじゃやべえだろ。おっと、食らって、奥攻め、あー、これが入ると、いや減る。いやー、文鎮が伸び伸びやってますね。ライパン、さあ打ち切り、いいよの後危ないよって言ってるからな、これ敵か味方が分かんないね、こういうもんが。 DJ チームと同じがうるさいね。ニアがですね。じゃあフォーク2人目、早くも困ってるぞ。さあでも焼き鳥さんいるからね。さあホンダステージ絶対勝てるから、遅い方がいいってことですかね。ホンダステージ、あ、でもこれ入んないと。まあ別に決められたところでキャラ一緒だからっていうのはあるじゃない。ああ、確かに。まあ早めに、一応1ラウンド目終わったら指名できますからや。あんまり意味ねえけど。ここでトンタンキー、ね、さあトンタンキー、トンタンは X ですね。ラウンド1ファイト。いや、つながっちゃえビラ。リック打ってるだけに見えるんだけど、まあ、あれが強いんじゃない？なるほど。あ、社会ガイパーめっちゃ速いもん。お、上が見えてるじゃん。完全に大丈夫。めっちゃ調子が出たよ。まあ、勝ってもね、バレロなんですけどね。あっと、大丈夫。
蛍光灯が落っこってきた。落ちてきた。ワードして。いや、画面端きちいなぁ。当たって、大きせめ。あーっと、ま、ちょっと下がったんですけど、死ぬのかな。ですね。に対して。さあ、これが半額。おー、最大。できる。しっかりしてんな。さあ、今ちょっとこの辺で、蛍光灯が割れて危険なので、あまり。近づきにならない方がよろしいか。つむらフォークかな。あ、つむらくんですね。フォークですね。ですね。これはフォークチーム正直運がなかったというところ。いや、まだわかんないよ。わかんないけどね。わかんないけどきついよね。文治さんが、いや、先ほどと同じパターン。攻めのレッグをね、必ずガードしなきゃいけないというね。そうですね。おい、さあ、見てから、さあ、バレ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 、まだある。いや、ないでしょ、これ。あーっと、あーっと、まさか。ありそうだが、あーっと、まさか。これはある。あっと、まさか。あっと、まさか。今のはトマホークを釣りましたが、確かに打ってくれませんでした。いけ、いけ、いけ、あっべー、ヘッチャー指だろ。そしてバックジャンプと、あ、うち、あれは安定コードですね。当たって、落ちてめ、さあ、さあ、めぐり、あと、暗い投げ、暗い投げだよ。そんなもんもあったね。さあ、どうする、いけない、フォークいけない、しゃがみ中パンチ。 いやー、今のは惜しかったな。あと、手前打ちをしっかり支援でケア。あと、ちょっと今危ない雰囲気が、今の台風っぽいありましたが、弾き失敗か。さあ、見てからめくってやっけど、おっと、今のはなんか見せに行ったけど、結果としてあんまり良くなかった感じが。まあ、レッグも問われてるんですけどね。いやー、まあ、攻め手がないっすね、フォーク。しっかりバックジャンプが、おー、バックジャンプに追っかけた。あー、打っていく、よく出したな。先ほどは、ま、負けたんですが、打ちましたね。追い詰めたんだけどなー、あと一歩かなー。さあ、バイパーさん、さあ、勝っても勝ってもフォーク。フォークあと何人、3人ぐらい。いや、多分こう焼き鳥さんぐらいじゃない。なるほど。ヤッキーが強いっすからね。お、前に歩いたな。お、5番、5番って一応落ちるんですね。5番。おっと、だいぶ稼いだぞ。バイパーさんはね、結構池袋でフェイロンとはやってたイメージなので。あ、そして、うまい、完全に読まれてんな。しかし、さあ、しかし、いや、まだあるぞ、これ痛いんだよ。やりすぎでしょ。逃げて、しゃがみ中、あ、強すぎ。まだフェイロンは一人目なんですよね。あ、打ち、お、これはいいね。巻き込まれた。攻め、追っかける。あれもね、ガードでなんてことないからね、コントロールタイプ。確かに無理に返そうとして食らうのが最悪ですが、そう、食らうとね、置き攻めが始まるんで、ガードされると何もできないっていう。前が離れるんでね。なんと食らったの。あるか。ある、あるね。ぴったりぴったりでしたね。しっかり 大台風でしたね。あとちょっと遅れたが、まあでも致命傷になってない。ダイパン、ダイパン、シャーミナイが強い。おお、対空にレッグをチョイス。さあ、レッグ甘えは通してないが、上は見てると。あーっと、これ当たりました。これがキャラさん。今やめておけからやばいことになりそうな雰囲気はあったんですが、あいつは痛いし、あー、シャーミナイ大将焼き、大将焼き鳥、これは苦しい。焼き鳥さんだったら、まあワンチャンありそうな気がするのは怖いよね。フェイロ7人残し、8人残し。そんないんの、フェイロ。フェイロ多いですね。人気キャラですね。人気キャラですね。
さあ、はい、S ホークなら、 S ホークの焼き鳥ならなんとかしてくれるというホーク使いの希望が詰まっております。そして焼き鳥さんは多分 1% も諦めていないと思います。さあ上、さあリードはしてるが、さあ文鎮の対応が完全リーチをかける。さあ上、いやこれは食らってしまった。これしかいかどう、まあ、さあダイヤスト相打ち、そうく相打ちでも全然いけますね。やっぱりさあしゃがみ台パンを食らうのはやはりきついといったところか。上は見ている、しっかり返してガード。さあこれはしんどい、ゼロと。さあ劣化もガードできない、劣化もあるからね、横と上があるからね。さあ何にもしないが、あーっとあるのか。いやー時間が残り、どうだこれ、前に行って上しっかり出したね。なんと全員抜き、全立て文鎮、さすが文鎮。さあ続いてバイソンザンギフ、じゃんけんお願いします。ラウンド1ファイト、じゃんけん、バイソンチームいますか。バイソンチーム、これはかなりいい勝負ね。バイソン何人いるの。バイソンも結構いるよ、まあ、普通ぐらいの人数だったイメージがありますが、まあ多分バイソン側の方が嫌がると思いますが、関係ない。ザンギも多いよね。ザンギもそこそこいた。バイソンチーム誰かじゃんけんして、バイソンチーム試合だよ。バイソンいないの。はいはい、あ、後ろだ、せ、こっちこっち、じゃんけん、じゃんけんして、じゃんけん、じゃんけんしたの、まだみたい、まだ、はいはいはい。さあ、グンゼが勝って、ツービーを取る、ツービーあっち、ザンギ2P、バイソン 1P。 さあ、だこのグンゼ、タムラの2人が揃ってんの見るの久々なイメージありますが、確かにこれザンギ強そうだな。まあ最近杖もみよもいますしね。もみよもいいからね。ザンギチームかなり、鷹の爪さんもいるしな。あ、本当だ、どうもよろしくお願いします。さあ先方はタコ様が座ってるが、これはブラフなのかどうなのか。まあとりあえず相手の人を見るということで決まった。さあ先方はバイソンは誰だ、どなた、杉さん、杉さんとタコ、 S バイソンとタコ様。あ、タンパ溜めすぎの杉さんですか。あ、そうですね、タンパシリーズですかね。あ、セロ様頑張ってっていう応援がありますね。さすが人気者セロ様。あっとこれはガードして、さあ、マイクはこれは危険。 S バイソンはちょっとね下がないんで、かなり、あ、こういうことになりがち。なので必死必死、グラウンドないからね。さあファイナルアトミックもありますが、いやこれ相当キャラ負けでしょ、これきついっしょ、かなりこれはきついと思います。 S バイソンじゃ無理なんじゃないの。まあ、相当厳しいとしたい。ダブラリ何すればいいんだ、シャナダイヤシ。いや、そのあ、タチシューパンチ、タチシューパンチ、タチシューパンチも前によっては勝ったりとか。
いや、置き攻めが辛すぎる。おお、クライ、あーとリターンを取っていく。お互い残りちょっと、大足、さすがに、さすがに、まあダブルハート脱破とかもありますけどね。さあスクリュー入って、さあヘッドを打っていく。さあ上飛ぶね、まして画面端、これは危ない、しっかり、もっと安定させた、しっかりと繋げたね。さあ次は、バイソンはあと6人かな。歌舞伎くん、まあ、別にあの全キャラ勝てば復活するからね。さあ歌舞伎くん、この色にはトラウマがあるんじゃないか。さあしかし結構のびのびとバイソンが来てますね。そこら辺はうまく前を離して、まだラインがね残ってるんで。さあ画面端、うん、できますね、押し返す。さあでかいタパンチ、よく溜めてた。さあゼロドットはきついぞ、いくらなんでも。まあスパコンもあるからね。これね、もうね近寄ってきたところっての大ヘッドはどうしようもないんですよね。確かに。さあこれはが一気に画面端、おくすめは、おぉ強気、ダッパ102択、もうヒット、おぉ、ちょっとちょっと濡らしでしたね。しかしスクリュー入って、どうだ、おくすめ、まっすぐ、お互いまっすぐ、でかいタパチ、今5ぐらいか、あんまり減らなかったね。あーどうだこれ、おっと飛び通る、お危ない危ない。これは確定、これで1-1。さあ誰が行く、さあなんかセロテープが妙に煽ってますが、セロテープさん生き生きとしてるね。誰か殺してくれんだろうみたいな感じになってますけど、セロテープさん出ないの。さあもみようですね、ここはまだそう。これはね先日ね友の道でね、6連勝されてから8連敗が、流れがすごかったですね。さあ奥攻めはしっかりガード、おお強気、おお大将打ってやって、これしっかりガード、これ最大ですね。歩いて、さあスクリューはしっかりとかめる。さあまずダンパチ、あーっとこれは、これはやっちゃった、打ち切りはまずいでしょう。ちょっと今のヘッドは踏み込みすぎたが、まあ強気だったね。9連勝、どういうこと、この道が続いてるということですね。しかし今度は半分削ったぞ。いやでも半分削っても、削ってもなんだよな、よく、しかしよく打った、はい、早いがセーフ。おっとこれは素直に削りにいかない。まあ何のためだったんだろう。あーこれはあんたまさか死んだか、あーミスった、どうだこれ。さあクレイジーは足りてる、しっかりダブラリ出ませんでしたね。よく打った、まああれは見えないですよね、出た。まあ脱破の瞬間にも先読みで押してもらえたきつ、青こい感じですか。うまく逃げた、対空をしっかりしないと怖いぞ。ちょっと上が出ないってない感じですかね。いい大パンチ、確かにね、上がってこれは、あおお投げた。さあしかし、あ出られない、ラインが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 、あーバッスル、あれこれはちょっと怪しかったな。8連敗でストップ、8連敗でストップ、8連敗でストップ。さあセロテープかな、多分セロテープは出ないですね。出ないの、大将で出るまである、多分そうですね、この雰囲気は。さあ鈴木ザンギエフ、お、小物主に出てる人まで続きますね。
まあザンギもまあ強いの残ってますからね。バイパンチコパーで返すがグランド、まあ、この場合ね、大志くんやってもまあいいかで、ね、いけますからね。強くて下がるのが一番やばいんですが、あー飛びがあるのか。さあそしてさあがラインが上がっている。あーこれはこのヘッド、このヘッドで終わりなんですよね。アコは何にも残念は避ける手段がない。中ヘッドだったね。中だったの。中だったね。大丈夫なかったね。ダイヤちょっと怖かったかな。ヘッドよく伸びてる。サイバー中マジチョンパンチ止めてもなっていう。そうなんですよね。で読まれるとあれダッパで負けるんで。あー確かに。タンパチタンパチうまいな。結構リスクあるっちゃあるんですけど、うまく当ててますね。おっと大パンチしっかり出して、しかし今度はしっかり右出して、一回スクリュークラッとげだった気がします。あーミスった。これは痛い。さあ大足使ったところにグランド、やっぱりバイソンが強いのか。さあここでのび太さん S ザニーですね。 S ザニーどうなの。まあ別にあんま変わらないんちゃう。変わんないの。よくわかんないけど変わんのか。多少は通常技の判定とダブラリの判定が違うんで、なんか変わるんだとは思うんですが、バリシングがない近づくのにいるかも。うわ、壁くん外いい立ち回りしてるじゃないですか。上も見えてる。しっかりしてますね。あーっと、あー暗い投げ、これ今のでかかったですね。ちょっと下がってからの上も下も見えてますね。そうですね。さあとりあえず画面端に押し付けたいザンゲル。飛びにしっかり体育が出ればかなり。あーこれは暗い投げ、裏に回った。おっと全部暗い。ナッパ返した。さあどうだ。あーっと今のは膝になってしまった。ここにいいからね。あーこれはおくすめしっかり。まあ今のは回しますよね。クレイジーあるっつっても、まあガードツルを勝ちだしね。まあリバサ出るとも限らないし。うわ終わぞ。またも歌舞伎くんがさあ上が見えてる。しっかりしてる。いやもったいない。これはさすがに、さすがにさすがにバイソンか。バイソンですね。あーっとさあここで出るのは鷹の爪軍勢、ポニー、セロテープ、セロテープめちゃくちゃ出たくなさそう。さあセロテープ出てきた。さあ歓声が湧き上がります。いや人気ありますねセロテープさん。人気ありますね。さあバニムラ8番ライン上げてるんだ。さあ回る。おっと飛びが良かったんだ。タッチ中パンチしっかり返す。これはちょっと画面端だったぞ。こうなると体力もだいぶリーズされてこれは厳しいですね。セルテムさん頑張って。あーワンチャン。おっとおっとあるのか上から。さあ素直。まあ今の読み合いだからね、ケーラリか浅根かという。まあでも壊し、あ削りで終わったのか。うん、ガードしたら負けちゃうから。あーまだなんだなんだ今のはね、刻みで良かったと思う。あーさあ、おい、えどういうこと今のどういうこと。分かんない。ちょっと分かんないですね。さあなんかバニムラ当てて、生当てしてますけど、ちょっと反応遅れた。あれでも対策ないのかな。ヘッド。さあ1対が当たって、あーおー飛び上がった。さすが1ラウンド強い。こっからこっからですよ皆さん。いまだねちゃんとしたスクリューハメを見せてないところだと思う。確かに確かに煽っていく。ナイスガード言った瞬間に食らいました。セロテープ何も出てないんだが、さあまだ P だぞ。 P だね。おっと止めた。さすがに P は、これはさすがに
何もできず。さあ、鷹の爪さんが出る。ボスキャララッシュですね、ここから。ここからボスラッシュ。ボスラッシュ。まあ、途中でね、一回ね、まあ、休憩入れて。休憩入れて、みたいな。緑のザンギはね。笑いを取って。こっちの緑のザンギは強いからな。同じ。さあ、ガードしていた。よく外した。しかし、まだ苦しい。うん、苦しいぞ。あ、いい大キックですね。さあ、ラインを上げた。が。お、飛び。あーと、いいカラジャンスクリュー。同じ。これは、お攻めはちょっと間に合わない。おーっと、無理やり掴んで。逆に行って。さあ、しかし、お、ダッパ強き。同じ。これは、グランド行った。次のグランドはまだ死なないので、まあいけるね。まだザンギは強気に、カーフこれで5分。いや、ちょっとバイソンいるが、強気のグランドは機能してますね。してますね。大パンチ。お、アクションキック。壊まして、まっすぐ。かみ足。さあ、ラケット誘ったが、来てくれないが。いい飛びが入った。飛びのタイミングが絶妙だね。鷹の爪さんの飛びは非常に鋭いですよ。ハイピックで返す。デンキャンジャンプもね、うまく掘り込んでくるので、ね、かなり嫌な感じ。さあ、これはきついか。もう一発。シャガーチューパンスキル。意表疲れましたね、ちょっと。まあでも5人抜きしたんでね、まあ十分仕事はしましたが、仕事しましたね。さあ、誰が出るのか。頑張りました。次は、フラケニスさん。フラケニスさん。さあ、あとバイソン側は残ってるのは5人くらいいない。スピリタス、アラバマ、シャルあたりですか。なるほど、なるほど。出て5人。対して残機は3人かな。残念ですね、5対3。さあ、もう終盤で返すよ。バイソンは必死ですね。ビシシ追い返したいっていう。チューキック打ってたから。さあ、これはパンツ溜まってないな。チューパンか。さあ、うまく下がりがうまく起動していたが、これは、いや、これはオープン。つかみ、これは走っていけないか。しっかりリバーサー。いや、まだ生きてるが、いや、クレイジーがアウト。上からいきましたね。まあ、下手に地上技を振ってクレイジー食らうのは最悪なんで。確かにタンパンチもね、もしかしたらあったかもしれないんで。シューキック出したから、カンパンチは食べてないのか。さあ、これは危ないぞ。ジャンプ初シューキック。さあ、上が見ている。ダイキック。ラベル強気。シューパー対空してますね。さあ、上を見ている感じかな。さあ、なんとなく下がっていくと危険。さあ、いいよ、しかしこれは、あーっと冷静なガード。よく落ちた。ここはね、スクリュー食らっても、まあ、いいところなんで、ガードは正解です。暴れるのはね、一番良くないからね。画面端を作れた。さあ、ちょっと横ずつきが出たが、結果、セーフ。ここで下がり中盤でね。さあ、これは安全に返します。ガードしている。さあ、出して。これは、あー、センターヒット。打つか、まあ打つよな。あー、ダブルイン。これは見たか。確かに、あれもヘッド出すしかないね。まあどうしよう、まあ割と詰みですね。大ヘッドで逃げるしかないからね。さあ、次は誰が行く。シャルか、シャルが行くのか。シャルバイソン。バイソンチーム、北海道と沖縄いますからね。そう、すごいよね。かなり日本全国津々浦々に集まっております。数時間を返したんですね。正直、いや、飛びをしゃがむダンパンチでうまく返した。見えてるね。さあ、もう溜まって体力アップリードしてるわ。さあ、よくガードした。さあ、上は見ている。あっと、クラッチやばい。いい勝負、中断ですね。あれはリスクがない、ノーリスクですね。
鷹の爪イズリアルセロテ。どういうことどういう意味なんでしょうか。セロはリアルじゃないってこと。ダイヤ足何連発してんだ。上足から見てる。ワイソンなんかみんな削り方がなんか違って面白いですね。まあ第1グランドは一番割られないし、確かに前も割れるしね。ためが難しい以外は一番いいですね。さあ逆打った削り、もしかして危ない場合さ あ, うさあこれはこれはしっかりだと。さあクレイジーもあーっとできる。今のは危なかったが、うまくごまかした。今のは大ヘッド目の前に落ちましたからね。ちょっと噛み合わなかったね。さあグンゼとポニーどっちが行くか。グンゼやっぱポニーの大将か。さあグンゼはこの色のバイソンには 1.5 倍の力を出しますからね。なるほど、ゼラヒテを負けたくないでしょう。高見子さん3人抜きかな。そうですね。さあパンクパンしかやってない。あれがもうねめっちゃめんどくさいですよね。お、ピヨルピヨっちゃやべえだろ。さあさすがにこれは大差がついた。シャルがいいぞ。しっかり差し込んで。さあ軍勢まだ温まってないか。パチコパン。さあもうやることがない。終わった。ガラジ死んだか。死んだね、死んだね。オアです、オアです、オアです、オアです。ティガチさあバックジャンプしてる。大丈夫か。もうなんか大丈夫か。ダイソンが必死か。青い今の大将は冷静ですね。さあ画面も押したし、あーこれはいやまだまだまだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫。次倉敏郎強気の暴れ。うわ、うまい、怪しい。これはどうだ。しっかり削って、うまい。あー、ふっとりバックジャンプ。あー、タイトだ。うまい、差し替えて。下直スクリュー、うまいね。できる、できる。クレイジーの恐怖に打ち勝って直スクリュー。今直スクリューはちょっと想定外だった ね。刻むかなって思うよね。で、スピリタスさん。スピリタスさんはターンパンチを貯めるスタイルなんで、ザンギとの噛み合わせは絶望的に悪いはずなんですが、まあ、しかしね、一発勝負で、ああ絶望的に悪いな。絶望的に悪いでしょ。絶望的に悪いな。チューヘッド、そろそろか。ファイブ当たったけど、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 おわおわ。やっぱキックいるな。まあダッパないのは相当きついと思う。あ、チューキック打ってる、チューキック打ってる。むしろパンチで溜め出るまであるんじゃないかっていう。いや、中盤打った、中盤打った。溜めなくなった。いやもう、スピリタスさんに溜めを捨てさせた時点で軍勢の勝ちなんじゃないか。確かにダッパ。いや、これはちょっと倍速きついか。そうですね。あ、下うまく入って。さあ、危険な。あ、なんか今、掴みに行ったのか。あー、まっすぐ。いや、これはヘッドで悪いんだ。これは、いやー、やっちゃったね。今のはやっちゃいましたね。やったね、やったね。今のはちゃんと貯めておけばヘッドで削り勝ち確定だったんですが、まあ、ダッシュアッパーからのヘッドでもよかったと思うんだけどな。近づいてな。ちょっと焦ったね。さあ、あと、バイソンは2人。直樹、ママ直樹、バイソン投げて。さあ、あ、もう画面味になってる。あ、ミスった、ミスった、ミスった。あるね、あるね。さあ、しかし、あ、ダッパー。差し返し、うめえな。ヒンテがね、あの前がうまいんですよ、マジで。これ、オアじゃね、オアじゃね、オアじゃね、オアですね、オアだよね、オア。シュースクリュー、いいね。間合いがいいかね。間合いがいいね。まあ、ガメラちゃんも威力じゃなくて、アメ継続が重要だから、ね、あれがいいんでしょうね。まあ、どっちにしろ誤差だしな。さあ、うまい。今のギリギリちょっと歩いたね。あ、走って。オア、オア冷静。オアだ、オアだ。今の安全重ねか。オアだ。あった。あと、クライデカ。いやー、ヒットアウトにしてない。あるよ、あるよ。したかったが、
まあそれでもだいぶ体力差が。うぜうぜ。これ歩いてバイル来るよ、歩いてバイル、歩いてバイル来るから。積み積み、いいです、積み積み。あれ汚くね。あれダイエット。ダイエットぐらいしかなくね。大キックは相打ちか。負ける、相打ちしたらもう死ぬから無理でしょ、あのタイル。辛いね。さあ、あらまま、ダッパ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 、あの前じゃ無理だよね。潰れる、バックジャンプだよね。さあ、あらまま追い詰められた。東西の残儀の巨匠を倒さなくてはいけない。あらまま残儀戦やってんのかな。どうなんすかね。でも結構いいっすね。あ、まあ、ね、残儀も北海道いますからね。あ、なるほど。やばいな、勝つ前に式外を組むって言ってますね。なるほど、そういうパターンもある。素晴らしい。さあ、しかしアラバマが、クレイジーを、あ、バイルに行きましたね。あ、あった、まさか、これは。いや、でも、クレイジーがあるので、どうなんかな、これ。誘った、お、ストレート。冷静だったな。そこで打つわけねえだろうと。バックジャンプ。うまっ。前歩いて。おお、あれ立つ、投げるんだ。あー、うまっ、冷静。よくあのヘッド出るね。投げた。ダム。さあ、もうお互い意識の外からやり合う感じ。確かにセオリーをもう外してますね、相手。これはさあ、アーババが、まあ、よく見えてる。あー、今の内野手は死にたい。シューキックうまい。反応、軍勢を下した。反応のアラママ。さあ、出てくるのは伝説の中の伝説、ポニーザンギ。変な、変な昇級か。まああのね、スクリューミスがあるかないかだと思うんですよ、正直。やってないから。なるほど、なるほど。ファイルはある、ファイルはある。なんかね、よくわかんねえダブルがバチンと当たって勝つパターン、今散々見ましたからね。なるほど、バチンね。さあ、どうなるか。さあ、しさあ、ちょっと、すでにミスりましたか。うわ、あっと、飛び。さあ、うまい、ピオリ狙いですね。これは削って、ちょっと、イバサヘッドだとピオリやつ。さあ、もうアラママゲージが溜まっているが、どうする。これで多分追いついたか、もうちょっとか。さあ、ほぼ体力は同じくらい。上ストレート、どうだ。うわー、強気のタッチストレート、飛び方いった感じですね。リーチ、あー、勝つのか。さあ、次クラッシング。あー、これはどうだ。ミスらなけれ、あ、ミスった。おお、しゃがみくらい、しゃがみくらいしてたけど回しましたね。ま、うん、っすぐ、あえての、あえてですね。うっ、こい、うわー、うまい、すげえ、最大ですね。さあ、これは完全にあらままペースだが、いやー、ちょっとまだ分かんないですよ。まだ分かんないですよね。ただラインが上がってるんで。さあ、これはよく見てるな。うまい、さすがし。さあ、もみもみ、あー、よく打った。さすがに、これはアラママか、厳しいぞ。うわー、上見ている。勝ったのはバイソンチーム。バイソン強い。まだ1回戦なんだけど。そうね、いや、あのね1回お見合いから掴まれて、もう1回アコでお見合ってヘッド打てるのは太いよ。確かに。次、ガエル・ベガー、じゃんけん終わってますか、ガエル・ベガー。じゃんけん終わってる、終わってる、じゃんけん。さあ、ガエルは2、4、ロー、ヤー、10人、ベガーは2、4、ロー、ヤー、13人。ベガーはね、招集してかけたらしいんで。これ、ガエルは今回ね、小高、機械、あ、じゃんけんした、じゃんけんした、金子とね、かなり前と比べると揃ってる感じ。さあ、総大将ゆうべがに相談しております。
この組み合わせも結構いい勝負ですよね。そうですね、かなりいい勝負だと思います。お互いに難しい組み合わせ。やっぱり最初にポニーがちょっとね、地獄づくりごくつき大足で大足がスカっちゃったのがね、あたりもあれなのかな、逆に相手の技を狩る目的でわざとやってんのかな、ちょっとわかんないですね。なんとも言えないですね。まあベガは 2P がいいのかなみたいですね。先方は先方先方さあ試合ですよ。ベガ使い集合、ガイル使い集合でお願いします。次がダルブランカか。そうですね。ブランカもな、今関西の松くんのブランカがすげえ強いんだよな。強かったね、まさか音陣殺すとは。あと1分あったな。はい、じゃあお願いします。先方はオロナインさんと、オロナインさんとウネガエル。さあこれはね10対13なんでね、かなり長期戦になる可能性ですね。まあ、進行的にはキャラ数が少ないチームが勝っていく方が美味しい。まあ別にいいんですよ、背後ですよ、あんまりないんで。間に合いもないですよ。大キック、当てて、うまい。さあ引っかかってめくりに行きますね。もっと投げる強気、それはこうレバーで中盤から攻撃が多いんですが、取れず。これはサバ、相打ち、相打ちなのかな。おー、ライトだ、おー、だからすげえ裏打ち。これはヘビーとこですね。よくダブル。さあ、引っかかって、おー、あと今度は内返す。なんかぴょんぴょんブロケンしておりますが、ブロケンダイパン、これは使わせて投げる受け身アライン。あっとミスった、ミスったな、ちょっと早かったね。よく投げ返したな。さあ一人目からだいぶ熱い戦いをしますね。これはでもベガ側はこのままだとまずいんじゃないか。ああ、食べたいですね。タイミングは自分で決めるという感じですけど、危ない魚のバックキックをね最後に狙えるのがベガの強い。ライドはあんまりいいわけないです。キック、さあ落としてめくり、あっとめくりにいかない。あ、めくりもね結構スカルトね上げられちゃう。さあこれはおっと裏剣が見えたが時間がなくなってきた。確かに。さあこれは今のダウンは痛い。さすがに時間が足らないから今ソニック重なってバックジャンプしましたね。時間を見て、まあ、クレバーな選択肢でいいと。さあベガチームは、さあガマチスさん、オンライン勢が続きますね。ですね。お、色はリスペクトが？いや、変えましたね。オープン。ラウンド1、ファイト。こんだけやっぱ中キックが、いやー、いいのかな。ライキックだとソニックに勝てる。あ、なるほど。感じですかね。最速ソニックには勝ちます。まあ、中足には負けると。まあ、ちょっとずらしてから戻りにソニック当たるような感じで、
だったら遅らせると最速ダブル2とかで今度負ける。おーサモア間に合う、受け身やりねーな、食べて、あ、受け身だってない。さあどうだ、投げる、あの立ち上キッカー投げはね非常に分かっていても返す、返しづらそうだね。ユーミングタイムな、ペアが相当長い。あ、釣った、釣ったけどちょっと安かったか、たまってないな、めくり。さあ、今度は、あー、釣った、これはまだ分からん。バックジャンプ大パッチ、レガーがリードしてるが、これどうすればいいんだ。サバン、うまい、これはほぼ体力5分、釣ったか、さすがにならない。あー、中足これはバックジャンプしてしまった、プレッシャーに負けましたね、まあ、よく出したって感じ。はい、さあ次はどうだったかな、アニガイル、アニ、あ、そのまさまと、さあ、出して、めぐり、さあ、しっかりサンダー決めて、めぐり、さあ、入って大中サマーで、まずはアニガイルが1本、2回目、今度またそのまま触った、アメアジ、これはサマーに勝てるフックですよね。待って、さあ、めぐりは手前と思ったが、めくった、肩身をして下げて、低い取ってない、おっと前飛び、中キック勝つですね。さあ、さあ、で、めくりが、あーっと、今のはカラジャン投げを狙いに行きましたが、ボタン押せなかったかな、ちょっと投げが入らないタイミングじゃなかったですかね。なるほど、ジャンプ、これは飛んでしまう、飛んだら投げる、さあ、なかなか素直な投げ、さあ、チューチューで拾って、めぐり投げて、ダメ味投げて、ダメがないのでこれ負けるんですよね。いや、だいぶいい連携だったけど、あまり体力が減ってないというが、しかしもう、投げも食らえない、あ、踏んだぞ、スタコンあるか、これがね、ヘッドプレス、あーっと、なんかめくりか、めくりなんですかね、めくりっぽかったね、ちょっと分かりづらい、一進一退。さあ、ハイチームは、さあ、さあ、アニガイル、アゼガイル、ごめんなさい、アゼガイルですよ。さあ、おっと、相打ち、しっかりとリフトに返して、ダイバン、うまい、カードして、おー、うまいぞ、スト、なるほど、投げは相手に、で、サーマーは早めに出した相打ち、中サーマーですね、今ね、これがガイル美味しいですね、中サーマーは確か上の方に判定が強いので、サーマー今の中サーマーですね。さあ、これは中足勝つ、中足、そうか、怪しい、いいね、なるほど、まあ、スパコン出そうとしたな、セクシャでもあれ、ガード最初スパコン確定だからかなり、さあ、メジャーキックですね、メジャーですね、メジャーキックですね、なかなか見ないわ、あっと、投げる、壊し、壊し、もっとガードした、もっと、もっとガードした、さあ、スラストがキックをしている、これはきついか、これは、あっと、逆に出た、取り取ってない、これはしっかり出した、よく出しました、ベガ側は海外勢、お名前がちょっと分かりませんが、名前ちょうだい、
名前ちょうだい。アーチーアーチーロインアーチービッグギライン、アーチーロロイン、アーチーアーチーなんだよ。アーチーアーアースビアアースビアアースビア、さあすいません、あーピョってる、ごめん、名前を調べてる間に死んでしまったよね。大理戦難しいですからね、ベガは。まあ、メカイもね、結構見れないですからね。見えない。んで大吉を、さあ、大吉出てるか、あー、これ、あー、繋がった、ビセバーが向かず、しかし、いい感じ、投げる、ちょっとスラスト早かったな。ラウンド3、ファイト、まあ、どう投げて、今のガードが投げ返しですね。ふんだん、めぐれ、しかも投げて、ケミは OK と、あー投げて、投げて、投げて、うまい、今のは空中でした、ガード、これが投げ て、さあこれはきついか、いやー投げる、しかし、どうだ、お、ゲートが勝つ、これはきついですよね。直投げ、バックジャンプ大パンチとかでいいのかな、今のは。なんと見えないね、微妙な感じだと思います。で、アイデルンガイですね、九州勢、九州対海外、よくお世話になりました。スカマグ、開幕ヘッド、大パンチがやっぱ強いですね。投げてスタバー、スカって逆に投げる、これはさすがに止まったか、スタマー落としてめくりに行って、ガードはこれはしっかりガード、さあ投げ返し、あ、打ち抜けてない、うまい、壊し壊し壊し、さあやっぱ外人の証拠にできますね。あーっと、これはやり通して大キック、よく勝ったな、上り中盤で高められそうですよね。気持ちいい、これは下段、スタマーがスカール、うまい、あっと酔ったウルコン、いや今のよくウルコン入れたな、ファイト、色がいい、投げて、投げ出し、受け身取ってないな、もたい、うまい、これはうまい、あー暗い、投げ、あー投げて、逆行ったが朝まない、投げられて、これはしっかりと、早出し、投げて、どうだ、投げる、あー受け身が、受け身がない、あーあーっと引っかかった、お手玉、いや展開の速さで押しましたね。さあガイルチームが押されているか、金子、金子ガイル、さあ金子ガイルはユーブラと結構やってるんじゃないか、トーマさんともやってますね、ヒゲソマット、あとこれは耐久ミスか、5番でダブルニア、とがめる、うまい、さあ、サマ待ち、めくりから返して、もう一遍、いやー、見えない、見えないね、しっかりしてます、5番にしてたね、投げたら、まあ、当たればビオルシー、出されば刻みからいろいろ投げとかだろうね、うまい、しかし、あ、しっかり反撃を、反撃を取って、リードしてるのはベガ、わ、逆転された、見えない、さあこれはしっかりとめくりで返して、ベガが4人目ですか、さあ何対何なのかよくわかりませんが、お金じゃなくてもさあ、名前は、あ、シカベガですね、はい、開幕最高、前にすごい歩きますね、よくガブしてる、キック、これは食らって
前そば、前そば、後ろそば。さあ、後ろそばの最後は相打ちしました。大キックのボールに踏み込んで、タッチ中継。さあ、さあ、内藤美は打っていく。かなり強気いきましたね。あれはでも、ダウンじゃないとあの場合は返せないから難しいですよね。バックジャンプとはいいのかな。バックジャンプも怖いよね。ちょっと遅れると引っかかるから、前歩きしゃがめないパンチとかで返せるし、この場合はさすがに帰る。さあ刺さって、頭にはなかったが、おうおう、なかった。あとピアソお強気、まだ前、あーこれは長いですね。強気すぎたか、さすがに。ラウンド3ファイト。最後エビソが読んだ、投げて、投げて、投げない、これはしかたガロー。サーバー、めぐり、ナイスガロー、ガロー。おっ、バイクらしい、ドラゴンスイープをチョイス。さあ、しっかりリフトアッパーが裏切らなくて、逃げない。コパコパ様、見え、見えなかった。マジめぐり見えねえ。みはるさん、みはるベガもね、結構いい動きするんですよね。ベガはみんな、まあ、性が出ますよね、このキャラ。プレイヤー性の高さをね、増してるよね。やっぱりその、不確定要素の塊みたいなキャラなんで、人性能がよく出るキャラっていうイメージありますか。まあ、自由高いですよね。あの、おっと、シャカン中パン、中パンですか。投げ返しに対して、おっと、あっと、ちょっと反応が遅れたか。ちょっと迷いましたね。2ラウンド目、体力だと垂直ジャンプが対応されると投げて、ダメだし。さあ、引きつく小さま、これガード、ソニック、ソニック。さあ、ソニックガードをしてるが、これは大水中ジャンプ、前飛び、ヘッドはサマーに勝つ、投げる。さあ、これはちょっと厳しいぞ。投げた、これはビダブル、しっかり。これはソニック、ダブルは良かったね。しっかり光り返しましたね。見てからやっちゃえばいいだろう。わあ、逆に生ダブル、生ダブル2の方が見てから引かれないんで、確かに確になるんですけど、まあ難しいですね。じゃあ次は、さあ小江戸さん、さあベガー君もだんだん視力が出てきてますね。青いカラーですね。まあ、ベガチームが結束力ではナンバーワンですか。間違いない。ないの。あ、恐怖ステージね。なんかセロテープがただの恐怖ステージじゃねえかっつってますけど、大丈夫なんですかね。まあセロテープさん一回ユーベアのことを引退させてるわ。確かに強え。あと空中くらい。これは次は、これはめくってましたかね。まあ少々中ダブルタイプで終わりです。終わりだね。ヘッド、ヘッド、さあ、わかんないぞ、しゃがんだ、なんと、よくわかんないな、ピョッタ。ちょっともったいなかったわ。しゃがみはさすがにね。第一、めっちゃペアが美味しい。さあ、これで見て、カジナうまいです。ソニック早いですね。さあ、前飛び、あー、これは、だ、大丈夫か、引き寄りそう、大丈夫、投げて、あ、打ち込みない、めくってる、あー、努力してるね、あー、これは分かんなくなった。おっと、裏に回した。なんかちょっとかっこいい連携だったが、さあ、めくり、見えない。ダメージ源がめくりだね。まあ、めくり強いね。さあ、誰が行く、何人残ってんだ。6人ぐらい。これで折り返し。多いなベガ。
で、秋田つむささん、はい、黄金のベガ、このソニックの裁かってたらね、ベガは難しいんですよね。ヘッドをさあ、ヘッドプレスがダブルに始め、あとちょっとミスったかな、今のヘッドプレスかな。おーっと、やっちまった、いってみない、倒して、さあ、ナイトメアが変わる前に、ここもあるのか、あ、ゼロかな、いや、ちょっと、あー、ゼロったな、こっからね、ちょっと HP がの、ゲージの前でね、ゲージしか見えないんですよ、あ、どけられるんだな、ドキマイチバイバン、シンガム、下回って、おお、反応は早いっすね、まだ見えてる、バイバン、めくりに行った、おお、シャーボンだ、気づけ中様、これはバックジャンプ、バックの下がりは冷静でしたですね、打った、あ、打った、当たんの、当たり方すごかったな、逆にですね、今のソニックゲーム金子が連勝してるぞ、さあ、プライムさんかな、プライムベガ90でですね、トモザ、オレンジ、紫、ユーベガですか、なるほど、5連勝ですか、ドライブさん、今インデー帰る、さあ、ダミー素直に割って、ナイスガード、サバ打っていく、3段、あー、あー、あとダブルか、今のはダブル削りをミスりましたね、ミスっちゃいやろ、ミスちゃダメだろ、意外と判定強いから、お釣りはスラビズスラム、大キックいいですね、投げて、おっと、あー、これはおしゃれコンボ、ピヨってない、まだ繋がんだね、なんかおしゃれなコンボでした、立ち壊し、しゃがみ壊し、立ちタイパン、ショート、立ちクパン、最後みたいな感じだったね、あの大キックちょっと耐久しづらいよな、逃げる、あっと、これは投げて、あー、受け身がない、どうしようもない、炭、しかし金子も5連勝で仕事はした、ガイルはあと何人いるんだ、あ、YUU さん5人、5人抜きしても結構いい勝負ってこと、まあ、怪我の方は3人ほど多かったですかね、ラウンド1ファイト、さあ今、残り5、お互い5人ぐらい、おい、めくり、お、めくりに大パンチ、さあ、YUU ガイルツイッターで KKY だけは殺すと言ってましたが、決勝行かないと当たらないんだよな、決勝に来てほしいですね、決勝で当たったら KKY 大将でいいっしょ、確かに KKY だけは殺させないっていう、ゆくり、さあ、チワシダブル、さあ、あっと今のはいいセンター、あ、おっ、うまさ壊し、壊し、壊し、ダイル、確定かな、今のはクリボラの選択、成長ジャンプ、サマーソニックが出てないが問題ない、おお、相打ち、今前歩きしゃがみダイパンチしましたか、ユウさんの帰りちょっと特徴的なんでね、やり方投げる、知らない、投げる、あーっと、サマー失敗が、これはめくりが当たると死んじゃうぞ、ガードして、サーバー見えてる、これは投げにはいかないが、しっかりソニックやりますね、まだ早い、まだ早い、まだ早い、
まだはい、ゆでが倒さないと。オルチョ、オルチョ、オルチョ、これはかなり懐かしい対決な感じ。この2人はトライアタイと対戦したイメージですかね。なるほど。まだ1回戦第4試合ですか。あ、かなりナイス。正直ね、この大会がどれだけうまく運営できるかは、リュウチームはどこで死ぬかにかかってると思うんですけど、あと17人もいるんで、死ぬにしろ17人殺されてるんですね。すぐこれはうまい。あーっと、らしい、いい選択。これはしかし、さすがにきつそう。まあでもソニックで横押しできれば。あーさあ、投げに来ました。バレバレ、まあ、バレバレ、しょうがないね。あと、あとまさか、あとまさか、あとマックスだ。ガウセしっかりガウできてる。あ、打っちゃう、釣られちゃうやめだな。しかし、しかし、これは美味しい。だいぶいい感じになってきたのか。あー、なぜすぐさま。さあ、老人会の悪い癖、最後はなんか適当に打って死にたいと思う悪い癖が出ております。まあ、一人は殺したんで。さあ、ここで A さん、はい、A さんか、 A さんか。はい、あと4人、4対5。あーっと、よくガードした。だからこれはよくガード消えちゃうんだ。うわ、サオバー、早めのホバーでしたね。おお、当たった。これはカス当たりでも落とせば OK。あ、なんだ今の、長田投げですか。何なんかちょっとずらしたね。ずらしに暴れてた。これはあっと、クリカよくあげした。うわ、サバー当たらない。あっと、めくりピヨって、しっかり4段決めて2人抜き。さあ、機械登場。機械、さあ、これは窮地の間柄の2人。機械も久しぶりに見る中、いるわ。なんかベガのイメージがすごい最近は、ね、昔2人して悪い遊びしてたような。さあ、バックジャンプ。この2人が酔っ払って暴れていたのは昔よく見ましたが、とりあえずオルチョはレベリバで貯める感じですね。そうですね、だいぶ急に慎重になってますね。まあ、相変わらずレベルリバ、あのナイトメアを刺すっていう戦法がないで、ここはしっかり。さあ、投げ返しに定評がある機械さんですが、それを逆手に取られることもしばしば。いやー、ちょっとガエル側がうまく対処できてますね。さあ、なんか時間だけ、おお、見てから、これは使わされた。どうすんだこれ。投げ返し、こすってる。これはそれにかけて、これはね、ほんと歩き投げが通らないっすね。そうなんだよね、うまいよね。ダイキック、うまい。読み入ってますね。おぉ、ハイジャンプ、ガードして、投げられる。これは踏める。さあ、見てから、見てから、見てからっぽい。使わせている。これは何かでもちょっとオルチョ側が攻め手がない感じですね。確かに、どうしたらいいのかわからないといった感じ。
バックジャンプ、ダメージが取れない、苦しい、投げて投げ返す、サーバチですね今の。見てから見てから見てから、さあかメガチーム悩んでいる。残ってるのは大西、紫、有名が友座、友座ぐらいですか。あーこの辺からボスラッシュですね。さあ1ラウンド目が終わると指名されちゃうよ。早く押した方がいい。あーこれはこれはセーフだったの。セロさんどんな感じ。これセーフじゃない、これセーフじゃない、セーフセーフ、セーフ。おっと大将ゆうべが出てくる。いける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 。まあ金子君は5連勝してるんでね、気が楽ですよね。さあ機械が日和らなければというところですが、この組み合わせなんか大会ではね機械勝ってるイメージがあるんですよね。投げて投げて投げ返しめくり投げ て, 投げておーっとない。さあちょっとゆうべがめくらってるな。ボールがちょっと硬いぞ。さあ、ガードしてるな。なんだこれ。さあ、なーっと前飛び。大丈夫か。ちょっと怖いが多分。なんか、噛み合って、うわー、ショーパーもったいない。今の大パンなら終わった。投げてたと思うんだけど。ああ、なんか、か、あ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 、チャーリー、チャーリー、あー、あー、おー。お前あーしか言ってないぞ。お前あーしか言ってないぞ。見えないだろ、あのどうなんだよ。あーあーって。さあ、2本目はしかし、有名がペース。機械上手くね。なるほど。落ち着いてますね。サマ見てから、見てから。今のサマーは、健康に効いたんだね。いや、しかし、ベガ側は攻める必要ないんで。どうする、どっかで攻めに行かないと。メイジャー、あ、なんで前ジャンプ。投げ返しの機械さん、謎の前ジャンプしちゃいましたね今。確かにプレッシャーにやられたわ。これはダメージ押し付けて、あ、重なって、おっとバンストレート見せてからソニック。難しいけど、なる見てからめくり、これはめくれーと。確かにめくったけど、超叫んでますが、あー投げて、うーさまーめくり投げて、バックジャンプ。さあこっからが投げは違うしね、歩きないでね、をガードして、あーっとってやー投げた、こすったこすった。さあ総大将ゆうべが破れる。超気持ちよさそう、気持ちよさそう。変態だろ変態。さあ友澤さんですね。しかしまだね紫も残ってますから勝負は全然分かんないといったところ。いやでも早くこんな早くね指輪行くと思わなかったですね。そうね、まあ、機械乗せると面倒だと思ったんですよね。でも逆に乗っちゃったんじゃないのこれ。乗っちゃったらあるよねこれ。ソニックバックジャンプはうまい。なんか噛み合ってるな。噛み合ってるね。前ジャンプはさすがに投げろ。いや今のうまいね、うまいね、釣ったね、釣られたね。まあしょうがないかなって感じですか。投げて投げる、おっと落ち込んでさ、結構暴れかね、中足強いな。ハットクレバーのでああ投げ投げ、まあ、決め打ちなんでしょうね。バグジャンプサマー溜まっているめぐりおっと投げヒット確認しない投げ。まあまあまあ直投げだから、ね、まあまあね直投げはしょうがない。ダブル重い重い。機械さん主役まであるな。だいぶ削りで半分ぐらいいきますね。さあうまい、うまい、早出し、うまいんだけどこれはちょっと手も足も出ないっていう感じ。あったまさか、めっちゃ危ない、めっちゃ危ない、めっちゃ危なかった。さあどうだ、投げ返しだった。リバイス
これは削り、ああできる。いやスパコンあったんですけどね。まあでも行くでしょう。じゃあお主あと2人。さあ今ねピオコン決まる場面あったんですが長いんだが長いね長いんだが俺は2回戦から2大進行あるね。 あるね。大西が結構勝負が長いんだ。大西は明日は見てから今日はペガビヨンテはいはいはい。あと安い投げ投げ。機械上手くない上手くない強くね。いや相当うまいぞ。トイック、トイック。やっぱ目が使ってるから分かるんですかね気持ちが。そうですね、その危険な行動リスクを排除してますよね。完全対応してるからな。めぐれ、あちょっとやべえだろ。ちょっと機械さん投げられた。あんたあんたそういうとこだぞ。しゃがみ大パンチ出てたから今なんだなんだ今はないかないか。今ねちゃんと3番にしとけば勝ったと思うんだ。いやでも立ち直したか。いやうまいうまいんだけど。まあまあまあないね。おお中様めくりが入ってもう一発。あーとできるできるできるってできるできるなあいつ。できるなんかあの、まあまあ、一番ヤバいとこでピオズあたり持ってないけど。いやでもまあまあ移動、まあまあ、移動してね。まあねしっかり中盤サマーしたのね。大将紫褒めれば伸びできる子だからね本人は。褒める褒める伸ばす伸びるタイプ。大将ワイが2人3人残ってるさ。まだこれこれは動物王としてもインストール せざるを得ない強さってコメントになってますけど確かに。キラキラの知り合いですね。ソニック見たバーツレットソニック。わ当たってめぐり。いやガエル機械あうまいガオしますね。今最後見てからだね。多分おーうまっ。判定返してうまっ鼻出しガードシールしっかりガードしてる。それいやあんたそれはさすがにあんたまさかそれはないでしょ。甘えすぎでしょ。だからね投げて酔った終わったか。はいはい惜しい惜しい前どうすんの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 投げてさあここからここから機械が機械が機械がどうすんのこれ。いられるまあ仕事はした、したしたした、4人脱ぎ、4人脱ぎ仕事はした、仕事はした確かに。あと2人スノッピーとコタが。さあ誰が行くんだスノッピースノッピースノさん名勝負製造マシーン。まだわかんないぞこれまだわかんないぞ。対象戦対象同士3試合目になりそうですね。まあコタがまだいるけど早出しくらい投げ早出しから2択なんですよね。クライナイト様のおわっと減らない全然減らなかったバスターこれは投げかいって投げ、はいね、逆に投げる前飛んだわ早い反応これはしっかりガードできるあー紫一歩先を打ってますね。確かにその差も悪い動きじゃないと思うんですけど、ね先のゲームメイクというか試合展開の読みがうまいですね。早いです。大菊バックタップワイルドかなりちょっとどうかというところこれはしっかりガード当たった投げるか投げて受け身はない投げて受け身はない受け身できないのかな残念老人だった。そしてさあ小坂大将戦 3試合目違う長くね1時間ぐらいやってねこれ
頑張ったのフェイロンだけ。あーっと食らった手前か、ゆっくり僕ぐらいで今ごまかしましたね。大丈夫、うまい。いや、琴がうまいな。おっと、今のあれ何がいいんだろうね。まあ、サバーがいいんじゃない。薄かったらやばいんじゃない。まあ、確かに。さあ、安くても落とす。めくりですね、今のさあ、すごい投げ。よくかぶさ。さあ、これはさあ、めくりがあるの。あー、どうだ。からの、からの、おー、しゃがっち。80番ソニックのつなぎが割られたってことだ。ちょっと前が荒れてたんだね。確かにリーチマギック。いや、これは強いぞ。ここで、でも投げやサマーに行かないところは小宝らしい。サマー、うまい。あー、見えない。できる。これ減るんだよな、機械とは違うってね。投げ返して、ダブルでいいだろ。しかし、さあファイナルラウンド、リチリチ。ハマ君、ソニック、次これガード。いやー、空中くらいまずいぞ。さあ、見えない。もう一発ナイスガード。いや、さすがに苦しいか。いやー、こんなが完全対応。勝ったのはガイルチーム。よう勝った。じゃあ、続いてはブランカとダルシムなんで、どなたか負けたばっかりで悪いですけど、紫さんマイクとかお願いしてもらっていいですか。アナウンサーとね。さあ、終了時間がちょっといろいろあれなんで、サクサクいきましょう。